翼3政治会は、戦時中に存在した、日本の衆議院、貴族院合同の院内会派、政治団体。略称は、翌政会。日本の歴史上、唯一の、一国一党体制を樹立した団体である。1942年4月30日の第21回総選挙においては、体制翼3会及びその参加の、第日本翼3総年団推薦を受けた候補者が、 過半数をはるかに上回る、議席数を獲得したものの、東条内閣に批判的な非推薦候補も少なからず、当選した。これを憂慮した内閣総理大臣、東条秀樹は、5月7日に、政界、財界、言論界の代表70名を招いて、翌3政治結集準備会を結成させ、座長に、住友財閥出身の小倉正常、元小倉大臣を起用した。 その後、現職閣僚5名と追加代表2名を加えた77名を、発起人として有志による、結成の定裁を保ちつつ、5月14日に、改名、考慮、規則を発表して、新組織への参加要請状を各界要人に発送した。しかし実態としては、衆議院における、大政翼賛会の別動隊で、今回の選挙における、推薦候補者の出身母体でもあった。 翌詐議員同盟は一旦解散して新組織の中核を担い内務省も速やかに政治結社として認可する方針を打ち出していた。その一方で選挙以前に存在していた翼詐議員同盟委員以外の紹介派については政治結社としての継続を認めずに解散が命じられることになった。このため今回の選挙で選ばれた衆議院議員は 新組織に所属しない限り、事実上政治活動ができなくなった。各して5月20日に翼産政治会が結成され、初代総裁には翼産選挙における推薦候補の選定期間であった、翼産政治体制協議会会長の安倍信之、元内閣総理大臣がそのまま横滑りし、衆議院においては全466名中継時訴追者2名と解散に抵抗した。 東方会の6名を除く458名が参加、既存の院内会派との事実上の掛け持ちが許され、なおかつ任意参加とされた、貴族院においても411名中326名の参加があった。なお、東方会も3日後に解散させられて、全員が翌3政治会に強制加入させられることになった。貴族院の院内会派は、成立時以来の建前上、 会派がまとまって政治活動はしないこととなっていたため、ここにおいて一応は一国一党体制が成立したことになった。抑制会は、挙国的政治力の結集、翼産議会の樹立、体制翼産会との密なる連携と体制翼産運動の徹底が公僚に掲げられ、政府提出法案に無修正で速やかに可決させることで戦争遂行に協力することが 帝国議会議員の義務とされた。抑制会は最高機関として29名からなる総務会が置かれて、藤山愛一郎ら被議員が多数を占めた。一方、帝国議会における議事運営のために、周期両院から各7名ずつの常任総務会が設置されて、衆議院側からは、前田米蔵、大麻忠夫長井竜太郎、山崎達之助ら、貴族院側からは、 後藤文ふみを、ご夫、を、石渡宗太郎、岡部長影らが選出された。翌3議会の確立という綱領にも掲げられた目標達成のために、常任総務会のメンバーには強力な権限が与えられ、非推薦候補出身議員ら政府に批判的な議員に、対しては、翌政会でも議会内でも発言権を剥奪していった。一方政府や軍部は相手が、 翌三議会であると言ってもこれを無視して対立状況を引き起こすことは挙国一致の体裁を守るために避けなければならず常任総務会のメンバーを入閣させたり国内政策の決定過程において抑制会の意向を配慮するなどの協力を求めざるを得ず抑制会には包括政党的な要素も含まれていたところがほどなく衆議院では 旧政党単位での派閥的な動きが見られるようになり、翼産議会で初当選を果たした新人議員の中でも、翼産体制の申し子的存在であった、第二本翼産総連団出身者と翼産体制に、会議的な既存右翼出身者が路線対立を行うようになった。また、地方組織を持たない、翼政会では次の選挙活動ができないとして、 大政翼3会との合併を求める動きが出てくるものの、東条首相の反対で抑え込まれてしまった。そして1943年6月には、鳩山一郎、中野聖悟ら6名の衆議院議員が、翼政会から離脱してしまったのである。それでも、東条内閣が継続している間は、翼3議会とこれを支える翼3政治会は、とりあえずは盤弱な体制を継続していた。 1944年7月に、東条秀樹に代わって、小磯国秋朝鮮総督が、公認の内閣総理大臣となり、代わりの朝鮮総督に、安倍総裁が任命されると、8月には、公認として、小林製造元台湾総督が就任した。これ以後、抑制会内部で、ほころびが生じ始めた。小林の統率力に疑問が持たれる中で、12月に、 小磯内閣の国務大臣に任命された小林は、小磯首相から本土決戦に備えて、大政翼3会や翼政会の改装を指示される。小磯と小林は大抑産、大政翼3会第二本翼3総年団、翼政会を解散させる代わりに、大政翼3会の地方部門と翼政会を統合して、全国民を統合する新党を結成する方針を打ち出した。 この方針は直ちに1945年1月20日の抑政会大議士会で了承され、2月12日には小林総裁より新党結成方針が正式に出されたものの、少数派として決定から排除される形となった大政翼3会幹部と大日本翼3総年団、出身議員が反発、続いて小林総裁に不満を抱いていた反主流派の騎士、晋介が、 松岡洋介を新しい総裁に擁立する構想を計画していたことが明らかとなった。このために抑制会内部は大混乱に陥り小林に反発する反主流派や大日本翼産総年団出身議員が次々と離脱を表明した。これに対して小林は3月1日に国務大臣を辞任して新党結成と反対派説得に尽力するが3月8日の 新党の設立準備委員会結成の時点で、すでに小林構想は破綻状態にあった。大日本翼賛総連団出身議員は3月10日に、翼素議員同士会を、岸信介ら旧翼賛政治会派主流派も3月11日に、五国同士会を結成して、翼政会及び新党との決別を宣言した。この状況を見て、貴族院側も、 新党参加を見送ることを決定。3月30日に抑制会は解散して、代わりに南次郎を総裁とする第二本政治会を結成するものの、一国一党の抑参議会体制は、事実上崩壊状態に陥ったまま、日本の敗戦を迎えることとなった。ありがとうございます。